南野匠さん、完全に覚醒してしまう。リーグンは25日に第3節が開催され、モナコがなんとと対戦した。今シーズン、リーグ開幕から2試合で2ゴールにアシストと躍動する南野匠。モナコは2点ビハインドで迎えた27分、南野にまたも得点が生まれる。エリア左からの柔らかなクロスに、ニアで待っていた南野がヘディングで合わせ、今シーズン3点目をマークした。 試合後、フランスメディアは、この一戦に出場した選手たちを10点満点で採点。南野には、チーム最高となる、7点を与え、好う賞賛した。この日本人はまたしても活躍し、ゴールを決めた。明らかに自信に満ち溢れており、この試合でも至近距離からのヘディングシュートを叩き込んだ。攻守においてハイパフォーマンスを披露した南野。 次節のランス戦でのプレーにも注目だ。